皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の18日目です。では問題を見ていきます。括弧1、次の事柄を負の数を用いないで表しましょう、こういう問題です。丸1、マイナス1000円の支出、負の数、このマイナス1000円のマイナス1000ですね。これを正の数プラス1000円にすると、後ろについている支出の部分が反対の意味の言葉になりましたね。支出の反対の意味は収入ですから、プラス1000円の収入、これが答えになります。丸に、東へマイナス300m 進む。このマイナス 300m を正の数プラス 300m にすると、この方向を表す東、これが反対の意味の西に変わって、西へプラス 300m 進む、このようになるんですね。括弧2番です。次の数について下線部に数字を書きましょう、こういう問題です。ここにマイナス9、プラス8、0、マイナス7、プラス4、2分の1と数字が並んでいます。丸1、絶対値が一番大きい数は何々です。と、絶対値というのは正の符号、負の符号を取った数字だけの部分でしたね。ここではマイナス9の絶対値は9、プラス8の絶対値は8、0の絶対値は0、マイナス7の絶対値は7、プラス4の絶対値は4で、2分の1の絶対値は2分の1です。絶対値が一番大きかったのは9でしたから、答えは絶対値が一番大きい数はマイナス9です。こうなるんですね。丸に、絶対値が一番小さい数は、正の符号を負の符号を取った時一番小さくなるのはこの中では0ですよね。ですから0ですというのが丸2の答えになります。括弧3、次の計算をしましょう。丸1、プラス8足すプラス3、正の数同士の足し算ですね。この場合は共通している符号プラスを前につけて、数字の部分、絶対値を足し算しました。8足す3は11ですから、答えはプラス11。こうなります。丸2番です。マイナス7足すマイナス4。負の数同士の足し算ですね。共通している符号、マイナスを前につけて、数字の部分、絶対値を足し算します。7足す4は11ですから、答えはマイナス11と、このようになります。括弧4番、次の計算をしましょう。丸1、括弧プラス14足すマイナス19と、正の数と負の数の足し算ですね。この時には、絶対値の大きい方の符号が答えにつきます。絶対値が大きい方は19ですね。19の方についている符号はマイナスですから、答えにはマイナスをつけて、絶対値を、数字の部分を引き算します。19-14は5ですから、答えはマイナス5と、こうなりますね。丸2、括弧プラス8足すマイナス3、これも正の数と負の数の足し算です。絶対値が大きいのは8ですから、プラスの符号がついているので、答えにはプラスの符号をつけて、絶対値は引き算、8-3で5ですから、答えはプラス5、このようになりますね。括弧5番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス75足すプラス50足すマイナス25という、これこのまま
前から計算してもいいんですけど、ちょっと工夫をして順番を変えてみましょうと、まず負の数で始まっているので負の数の部分を前に持っていきます。足し算というのは順番、足す順番を変えても答えは同じでした。それを利用します。ですからマイナス75足すマイナス25足すプラス50、このようにします。そして負の数マイナス75足すマイナス25を計算するとマイナス100ですよね。足すプラス50、こうなって負の数と正の数の足し算、絶対値の大きい方の符号を前につけて絶対値を引き算、マイナス100のが絶対値大きいですから負の符号をつけて100引く50をすると50ですからマイナス50というのがこの答えです。丸2番、プラス10足すマイナス65足すプラス80、正の数が前にあるので正の数を前に持ってきて計算していきましょう。プラス10足すプラス80足すマイナス65とこうなりますね。正の数同士プラス10足すプラス80をやるとプラス90、そして足すマイナス65こうなります。絶対値を比べると90の方が大きいですよね。90の方についている方はプラスなので答えにはプラスをつけて、引き算します。90-65は25ですから答えはプラス25こうなります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。